総合理工学部所属の戸丸大成と申します。まず自分の研究が脱炭素に関わる研究として認められたということを感じて嬉しく思いました。またそれと同時にフェローとして脱炭素に関わる研究を遂行していくという責任感も生じました。さまざまな分野が融合した技術でもって脱炭素社会が成り立つと思っております。なのでこのフェローシップをうまく利用して脱炭素社会をうまく実現できるような研究を行っていければと思っております。研究の最終的な目標としましては座礁資源、価値のないものをより付加価値を高めて良いものを作っていきたいと思っています。具体的に炭素繊維を製造して炭素繊維が生み出す脱炭素社会に貢献できる、さまざまな分野の研究者とのネットワークを構築したいと思っております。また国内外の方々との交流もあると思うので、そういった場面を通して私の英語のスキルも向上させていきたいと思っております。企業に入って自分の専門を活かせるような研究をやっていきたいなと思っております。